劇場版マクロスに登場した可変戦闘機プラマックス製 VF-1 です。マックス機と柿崎機が作れます。今回はマックス機を作ります。最低限のマスキングで、しかもバブルキャノピーを合わせ目なしで実現。このキットには水転写デカールが付属しています。黒部分は塗装でも実現できそうです。塗装派ならフォッカー機も実現できます。シールも付属。アイマークは塗装で簡単に再現できます。ドクロマークのみ、統合軍マークのみも用意されています。マックス用に A 型、S 型用の機体番号があります。こちらは長谷川製 VF-1 です。3種類作れます。デカールはフォッカー機と光る機の再現ができます。パーソナルカラー部分は塗装にも対応。黒文字の UN スペーシーはテレビ版にも対応しています。初めて見る J 型のヘッドです。プラマックス製は2パーツ構成、長谷川製は合計10パーツ構成。長谷川製は上、下の貼り合わせで翼端灯と中期灯が透明パーツです。プラマックス製は合わせ目が出ないような厚みでのパーツ構成です。ライト類は成型色なので残念です。プラマックス製は後はめ加工しないと塗装が大変です。長谷川製は後はめできますが翼の接着時要注意です。長谷川製の機種は基本3パーツ構成です。プラマックス製は合わせ目を最小限にして、黒い部分を塗装なし。もしくは後はめで再現できるので楽です。通信アンテナ、も一体成形です。
長谷川製はここの角が干渉してちゃんと閉じないので削る必要があります。プラマックス製は上から押してもへこまずしっかりしています。長谷川製は上から押すとへこみます。最悪、左右の接着部分が割れるということも起きてしまいます。このパーツは後はめできるようにするとマスキングが楽になります。0.5 ミリのプラ板を裏から貼っています。くぼまないようにさらに 0.5 ミリのプラ板を貼っています。こちらにも 0.5 ミリプラ板を2枚貼ってます。ここは押しピン跡を隠すため 0.1 ミリプラペーパーを貼ってます。長谷川製はここを埋める必要があります。左右同じパーツなので右側だけ押しピン跡が表に出てしまいます。プラマックス製は下側にパーツをつけるので上側は真っ平らになります。ちょうど筋彫りの溝が合わせ目に来るので組むのが楽です。長谷川製はここに接着面が来るので処理が必要です。長谷川製の方はエアブレーキが開閉選択できますが、ちょっと大きいので削る必要があります。プラマックス製の構造は長谷川製と違っています。ここのアイマークも楽に塗装で再現できます。垂直尾翼の角度決めはいいのですが、ここに合わせ目が出てしまいます。垂直尾翼の厚さが気になります。左が長谷川製、右がプラマックス製、長谷川製の方が圧倒的に薄くできています。プラマックス製の上側エアインテークの後はめ加工です。前側から刺せるように削ります。
プラマックス製のボディにあるアンテナは一体成形ですが分厚いので削って薄くします。プラマックス製の脚部は一体型で、アイマークは後はめで塗装再現できます。下のエアインテーク内に押しピン跡があります。長谷川製の方も下のエアインテーク内に押しピン跡があります。長谷川製はストライクパック仕様と共用にするため3分割になってます。押しピン跡やひけがあるので早いうちにパテを持っておきます。プラマックス製の車輪部分は差し替え式で通信用アンテナが一体成形になっていて分厚いので薄くします。プラマックス製の主翼部分ですが厚い感じがしたのでフラップ部分を薄くします。長谷川製の主翼部分は貼り合わせなので薄くするのとバリがあるので合わせ目をやすります。こちら側には凸ピンがあるので削り落とさないように気をつけてください。光が透過しないよう黒サフを吹いて接着します。接着を間違えると曲がって接着されてしまうので板の上に押し付けて硬化させます。プラマックス製の翼は薄い部分同士を接着する必要がありません。四角ならモールドっぽくなったのですが埋める必要があります。プラマックス製の後ろ側のキャノピーは塗装する必要があります。食いつきを良くするためやすっておきます。
曲線に切ったマスキングテープを貼ります。長谷川製のキャノピーです。ソフトスティックやスリでパーティングラインを削ります。スポンジヤスリで傷を小さくしていきます。2000番のペーパーです。フィニッシャーズのミクロ HG コンパウンドです。長谷川のセラミックコンパウンドで最終磨きをします。チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。